うつ病は障害を引き起こす世界的に主要な原因となっている。アメリカでは成人の10%近くがうつ病に苦しんでいるが、この病気は精神的なものであるため、例えば高コレステロールなどに比べて理解することが難しいと言える。混乱を招く主な要因の一つは、うつ病を患っていることと単に気分が落ち込んでいることの違いだ。 誰しも檻に触れて気分が落ち込むことがある。成績が悪かったり、職を失ったり、喧嘩をしたり、雨が降っているだけでも悲しい気持ちになったりするものだ。時には原因がないことすらある。突然気分が落ち込むのだ。その後に状況が変わると、こうした悲しい気持ちは消えてしまう。臨床的うつ病はこれとは異なる。医学的にはうつ病は疾病であり、なくなればいいと思うだけでなくなるものではない。 少なくとも2週間連続で続き、その人の仕事をしたり、遊んだり、愛したりする能力を大きく妨げる。うつ病には様々な症状がある。気分の停滞。普段は楽しんで行うことへの興味の喪失。食欲の変化。自分に価値がないような感覚や、罪の意識の異常な高まり。睡眠過剰、もしくは睡眠不足。集中力の低下や落ち着きのなさ。行動速度の低下。やる気の喪失。自殺願望が繰り返し湧き起こることなど。 これらの症状のうち、当てはまる症状が5つあるなら、精神科のガイドラインによれば、うつ病の可能性がある。うつ病は行動に関わる症状だけでなく、脳内で起こる身体的症状も伴う。第一に、肉眼や X 線写真で確認できるような変化が起こる。これには、前頭葉の縮小や、海馬の体積の変化が含まれる。より小さな変化としては、うつ病はいくつかの事柄と関連がある。 まず、特定の神経伝達物質の過剰分泌や減少。特に、セロトニンやノルアドレナリンにドーパミンなどだ。体内時計が狂う。つまり、レム睡眠とノンレム睡眠のパターンの変化。そして、ホルモン異常が起きる。高コルチゾールや甲状腺ホルモンの調整力低下だ。しかし、神経科学者たちも、うつ病の原因が何かについては、まだ完全に理解できていない。 遺伝子と環境が複雑に絡み合っているようだが、いつどこで発症するのかを正確に予言するツールはまだない。さらに、うつ病の症状はつかみどころがないため、元気そうに見えても実は苦しんでいるのが誰なのかを知るのは困難。アメリカ国立精神衛生研究所によると、精神疾患に苦しんでいる平均的な患者が助けを求めるまでに10年もかかるという。しかしかなり効果的な治療法もある。 投薬とセラピーは相乗効果で脳内の化学物質の分泌を促進する。極端な場合では電気経練療法という患者の脳内に人工的に発作を起こす方法がとても効果的だ。その他の役立つ治療法としては系統外磁気刺激法などの研究も進められている。だからうつ病を患っている人を知っているならこれらの治療法を試してみるように優しく促してみよう。 特定のの作業を手伝おうかと提案するのもいい。地元のセラピストを調べたり医師に尋ねる質問のリストアップなどもねうつ病を患っている人にとってはこうした最初のステップが乗り越えられないように思えるもの自分を責めたり恥ずかしいことだと思っていたりするならうつ病が喘息や糖尿病と同じような医学的な症状であることを伝えてほしい心の弱さや性格の欠陥ではないのだ 腕の骨折を自分で治せないように自然と良くなることが期待できない症状なのだからうつ病を経験したことがないのなら自分の気分が落ち込んだ時の経験と比べてはいけないごく普通の一時的な悲しい気持ちと相手の経験を比べることで相手に苦しいのは自分のせいだと思わせてしまうだろううつ病について率直に話すだけでも役に立つかもしれない例えば研究によると自殺願望について尋ねることで自殺の危険性が低くなるという 精神疾患について心を開いて語ることで、外る気持ちがなくなり、助けを求めやすくなる。より多くの患者が助けを求めれば、より多くの科学者がうつ病のことを理解することになる。その結果、より良い治療法が生まれるはずだ。健康な睡眠は、メンタルヘルスの状態に大きな影響を及ぼします。また、睡眠は、記憶の形成にも重要な役割を果たしています。質の良い夜の睡眠をとることのメリットについて、この動画で学びましょう。そして、 チャンネル登録もお忘れなく。